相性が合わなかったっていうことですよね。縁があったらそのまま続くと思うので、そうならなかったってこと自体がやっぱり縁がなかったってことなんですよね。だら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 そこにいないっていうことを決めるだけでもいいんじゃないでしょうか。ご自身の人生に意識が集中してると、お子さんにはあんまりエネルギーがいかないからいいんじゃないでしょうかね。だから自分の人生がないから、息子がどうするこうするってことに意識がいってしまってるわけですよ。皆さん、こんにちは。本田健の人生相談、ディア健ナビゲーターの小林まどかです。健さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今回このオープニングではオンラインセミナー、オンラインメンタープログラムというものについて伺いたいんですけれども、この1月からスタートした、毎月1回健さんからオンラインで直接学ぶことができるオンラインメンタープログラムなんですけれども、今年も、世界各地も含めて1500名を超える多くの方が参加されているということなんですが、この配信の時点ではもうセミナー2回開催されているんですが、どうですか？いろんな感想を健さんのところにも届いてるんじゃないですか？そうですね。今ね、やっぱりこれをやり始めたのは、その僕の、オーディエンスあので最近グローバルな人たちも増えてきたんですよね。で、その人たちは英語でしか理解できないから、だからよくね、日本人ずるいみたいな感じで、日本語でセミナーやってるみたいだけど、私たちも知りたいっていう声がいっぱいあって、で、今、僕の、ありがとうリビングコミュニティってオンラインサロンがあるんですけど、で、そういう人たちとか周りの人たちに告知して、今、その世界中のいろんな国からね、英語を話す人たちが参加してるんですよ。なので、同時通訳方式で、僕は日本語でセミナーやってるんですけど、同時通訳でバックグラウンドで聞いてくださってる人たちがたくさんいます、今。なんかそういうまたフェーズに入ったんですね、ケンさん。日本語だけじゃなくて。そうなんですよ。で、これからまた本格的にいろいろやっていくので、多分英語と日本語のそのクライアントの数っていうのは増えていくんじゃないかなと思います。それこそ今年はこのプログラムは1年を通してどんな感じになりそうだっていうふうに今の時点で感じられますか？そうですね。やっぱり海外と日本の人たちの行き来っていうのが、今年の6月には大きなイベントやろうと思ってるので、その時には海外からお客さんも来るでしょうし、いろんなその日本人と、それから外国の人たちが、ケンホンダっていうキーワードで結びついていったら嬉しいなと思いますね。ということで、次回は3月の18日土曜日なんですけれども、潜在意識にミリオネアメンタリティをインプットする方法というテーマということで、ぜひね、この今のお話も聞いて、ちょっと興味があるなっていう方は、公式ホームページ、あるいは、この YouTube の概要欄からご覧になってみてください。それでは、本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に、ケンさんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネーム、花花さん。ケンさん、こんにちは。こんにちは。私は1年前に付き合っている人に振られてから、その気持ちをまだ引きずっています。思いを引きずりすぎだと思いつつも、新しい環境に進もうという気力も起きず、新しい人付き合いも面倒くさくなっています。もうその人は転勤してしまい、すぐに会うこともできないのですが、理由も言われず振られたので、何がダメだったかばかり考えて過ごしています。次の恋愛に進むために何かできる方法があれば教えていただきたいです。なんか未消化なんですね、まだね、気持ちのな中るほで。どね。まずね、その理由に関して、こう、自分がダメだったっていうふうに思う必要はないんですよね。っていうのは、何らかの理由があったと思うんですけど、とにかく相性が合わなかったっていうことですよね。っていうのは、やっぱり縁があったらそのまま続くと思うので、そうならなかったってこと自体が、やっぱり縁がなかったってことなんですよね。なので、縁がなかった関係っていうのは、受け入れるか、あるいはずっと引きずるかの2つしかないわけですよ。なので、これは仕事関係もそうですし、プライベートでもそうだと思いますけど、縁がないっていう人との関係において、仕事一緒にしたかったんだけどなとか、パートナーとして、あるいは友達としてもそうですよね。一緒にいたかったんだけど、残念ながら向こうはそうじゃなかったっていう時には、それを受け入れるか、こう、そのまま引きずっていくのかっていう2つしかない、繰り返しになりますけど、それを
どのタイミングでじゃあ切り替えるのかっていうことなんですよね。うん、で多くの人たちは自分が悪かったからだから相手が去っちゃったとかね、はい、思うんですけど、やっぱり縁があるあれば必ず戻るもんだし、縁がないとやっぱり切れてしまうもんなんですよ。ってことは誰か自分に縁がある人がいるわけで、でそういうふうな人との縁がどこにあるんだろうっていうふうな気持ちになるのか、なんでうまくいかなかったばっかりに意識するのかっていうことなんですよね。結構新しい恋愛が始まると過去のことってもうどうでもよくなっちゃったりしますけれど、ここまで引きずったりしているとそもそも次の人にって思いが今湧かないっていう状態だから、その気持ちの切り替えのタイミングがなかなかなので難しいですよね。まあ、人によってはね、3ヶ月吹っ切れる人もいれば、その3年かかる人もいますしね、4年ぐらいかかる人もいると思うんです。そうですね、なのでそれをその期間を決められるのはご本人だけだから、だから自分がそのいやそろそろだなっていうタイミングが来たらいいんじゃないでしょうか。ただね、その全然縁もなかったたまたま一緒にいただけの人に対して心が残っていたとしたら、でそれでねすごく人生の大切な5年をそのままその人のためにその引きずられる必要は僕はないと思いますけどね。ねえ、でもこういう方も少なからずいますよね。どうしてあの時振られちゃったのかなって。そう思います、そう思います。それはね、だから本当にだからすぐ立ち直れとかっていうことじゃないんですが、うん、ある瞬間にねバカバカしいって、もう別に縁がないんだから次行こうっていう瞬間っていうのは来るんですよね。それまで多少時間がかかるかもしれませんけど、でもだら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 そこにいないっていうことを決めるだけでもいいんじゃないでしょうか。はい、質問ありがとうございました。続いてはラジオネームよしよしさんです。ケンさんこんにちは。はい、こんにちは。私の息子は学校でも成績が良く、どうしてもこれからの将来を期待してしまう自分がいます。来年は大学受験で県内のいい大学を目指しているのですが、最近子供の友達との会話で、親があそこに行けと言うから勉強しているけど疲れてきたという話を聞き、ショックを受けました。親が子供の将来をどうこう言うのはやめた方がいいのは分かっていますが、どうしても将来役に立つからと子供に期待をしていろいろ進めてしまいます。子供への期待を手放してもっと信頼できるようにするにはどうしたらいいでしょうか、という質問ですね。まあ、これはね、まあ、一言で言うと、ご自身の人生に意識が集中してるとお子さんにはあんまりエネルギーがいかないからいいんじゃないでしょうかね。あ、そういうもんですか。もっと自分が何か集中できるものに没頭しておくと、今だから子供にだけに向いてしまってるっていう状態っていうことですね。そう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 。だからあ息子いたっけぐらいになったら本当はいいんですけどね。だから自分の人生がないから息子がどうするこうするってことに意識がいってしまってるわけですよ。まあね、なかなかついついこう親になる立場で考えると、あ、ここを受けてもし受かってたら将来安泰だなみたいな感じの思いがあると、ついついねこうダメって分かりつつも口を出してしまうって書かれてますけれどね。そうそう、だって例えば A っていう大学に行けなくても、うん、なんか別の道もあるわけだし、大学にそもそも行かなくてもいいかもしれないし、本当そうですよね。だからよく分からないけど、この子はちゃんと自分で道を切り開いていくって信頼さえしてあげたら、あとは忘れてあげるのが一番子供にとってはその安心なんじゃないでしょうかね。そうですね、今までこう逆にいろいろ言われてそれがふっとなくなったら、息子さんとしたらあれ、なんかあんまりお母さん興味なくなってんのかなっていう寂しい思いにはならないですかね。いや、だからそれぐらいの方が僕はバランスいいと思いますけどね。そうか、うん、やっぱり親が自分の好きなことを追いかけて好きな人生を送っていて、あ、いたんだお前ぐらいの方が、なんか俺寂しいじゃねえかよみたいな方がぐれなくて済むんじゃないですかね。なんかすごいプレッシャーとかそういう、なんか親が自分のことばっかり見てるっていう方が逆にしんどいんじゃないですか。もちろんね、その子供が相談してきたらこういう道もあるんじゃないのっていうことは言えるかもしれませんけど、そうですね、そういう時もね、その逆に自分もその立場だったことを思い出してほしいんですよ。はい、だから勉強したっていうふうに言われなかったらするつもりだったのに、勉強したとか宿題やったとかって言われたら、なんかもうその時にやる気なくしたっていうのがありませんでしたか。めちゃめちゃありますよね、うん、そう。だから基本的にはこちらからあんまりそういう宿題やったかどうかってことすらも意識しないっていうのが大事だと思いますね。そうですね、そこがイコール
子供に信頼を置いているっていうことの表れになるってことですもんね。思います。なので自分の人生に集中していただければと思います。はい、ということで吉さんからの質問でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上、人生相談のコーナーでした。続いてはハッピーライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネーム、じゅんやさん。私のおすすめの本は F さんの20代で得た知見という本です。以前、真夜中乙女戦争という本を読んだことがあり、面白かったので購入しました。著者の体験を中心に20代の悩みや哲学的な問いが凝縮されており、言語化できない部分を無理に言語化しないところもリアルでとても良かったです。自分はもうすぐ30になりますが、もっと早く知りたかったと思っています、ということでお送りいただきました。そしてケンさんのおすすめの本何でしょうか。はい、世界一ワクワクするリーダーの教科書、大島圭介さんが書かれた本です。はい、今回この本を取り上げられたのは何かきっかけはあったんですか。特にきっかけっていうのはないんですけど、大島圭介さんってちょこちょこね、最近 Zoom とかでもお会いするんですけど、こうもともと僕何回かお会いして、リアルでもそのコロナ前にお会いしてるんですけど、はい、まあ、とにかくね、情熱的なパワフルなリーダーっていうイメージがあって、大島さんをすごく慕ってる人たちもすごく多いんですけど、そういうこう、なんて言うんでしょう、情熱的に、まあ、人望があるリーダーってどうしたなのかっていうのをね、この本で理解できると思うので、皆さんに読んでいただきたいと思いました。はい、ありがとうございます。さて、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。リアケンアットマーク ioffice.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。自分自身を信じてみるだけでいい、きっと生きる道が見えてくる。ゲーテ。不思議。